我々は本日の進行を務めさせていただきます。ニューヨーク市保存協会のマーク・ホーメンとカミーラ・カーメンです。どうぞよろしく。ニューヨーク市保存協会が主催する一年に一度のハロウィーン企画、今年のテーマはマスク、そう、仮面舞踏会です。マスカレード、なんて素敵な響きなんだろう。そしてカミーラ、今日の気分はカボチャのように美しい。まあ、ありがとうマーク。この仮面がよくお似合いだわ。ずっとつけてればいいのに。ところで皆さん、ハロウィンって何の日かご存知ですか？もちろん知ってるわ。みんなで仮装してお菓子をもらうのよ。あるいは、まだまだ大人な君は。ハロウィンとは10月31日、1年に一度だけ世界の精霊や魔物、ゴーストたちがこの世界にやってくる日だ。ハロウィンの夜はそういった恐ろしい怪物たちが歩き回ると言われているんだ。だからみんな仮装して怪物たちの仲間のふりをするのさ。この会場には世にも珍しい美術品がたくさん飾られております。これらは後ろにそびえるかの有名なホテル、ホテルハイタワーに、ね、ハイタワーコレクションです。ホテルハイタワー、またの名をタワーオブテラー。今は行方不明になってしまった当ホテルオーナーのライフとハリソンハイタワー探偵が世界中から集めた珍しい美術品の数々、普段は見ることができない貴重なコレクションばかりです。この機会にどうぞごゆっくりご鑑賞ください。しかし皆さん、見るだけですよ。絶対に手を触れてはいけません。どんな恐ろしい目に遭うか分かりませんからね。あのハリソン・ハイタワー三世のように。ハリソン・ハイタワー三世って呪いの人形のせいで行方不明になってしまったと言いますよね。その通り。その人形は CQ10、 アフリカのことまで災いを信じよう。ハリソン・ハイタワー三世はその言葉を信じなかったばかりで、とんでもない災いに見舞われたらしい。だから皆さん、しつこいようですが、絶対に手を触れてはいけませんよ。あ、そろそろ時間だ。ご来場の皆様、大変長らくお待たせいたしました。これより時空を超え、皆様をファンタスティックなハロウィンの世界へご案内いたしましょう。あなたがいつの時代のどこの国から来た方であろうか、今いるこの場所では今日は10月31日、すなわちハロウィン。そしてあなたの時計が何時を指していようと、今は夕闇迫る黄昏時。昼と夜の狭間、光と影が混じり合い、現実と虚構の境が消える魔法の時。間もなく一年に一度の素敵な夜が訪れます。この魅惑の夜の仮面舞踏会、皆様ご招待いたしましょう。 You are invited to the mysterious masquerade。Ladies and gentlemen, boys and girls.
strangers revel and make believe. Deep purple clouds mask the moon on this glorious.